はい、先生です。今日はですねこちらの、背面付きコントローラー PS4 のですねその背面ボタンの押してる感じを、どんな感じかっていうのをちょっとあのゲームプレイも交えて、やっていきたいと思います。僕の握り方はですね人差し指でこれとこれをこうします。ここのボタンはですね分かりますかね、このボタンはこっちにね反応するんですけど、ここ持って握り込むともう反応するんですよね。これがでこっちも同じようにこっちにねカチカチじゃなくてもう握り込んだらね握り込むと反応するというような感じになってます。よく移動するのがダッシュになるんですね。で、まあ、僕はここの押し込みを、編集にしてるので、ダッシュボタンがねどこに置こうかっていうことで十字キーの右にしてたんですけども、十字キーの右っていうのをここに十字キーの右を置きました。で、次によく離れる時がこのモード切り替えで丸ボタンを押すっていうことが多かったので、これがないように一旦ねこっちにはねモード切り替えのボタンを何か丸を配置しました。僕が勘違いしてたのは最初ここのボタンがついたらフォートナイトでそのなんていうのかな R1、R2、R3 ボタンが増えるのかなと思ったらそうじゃなくて通常あるボタンをこっちに移動さしますよっていう役割のあるボタンでした。なので丸ボタンを頻繁に使うのを R スティックから親指離れるのが嫌なので丸ボタンがここにあったらいいのにっていうような考え方だったんですよね。でそれもこのコントローラーで設定するんですけども、なんかボタンを押しながらブルって震えたらここのボタンにどのボタンを割り振るかっていうようなことをやるんですけど、それで簡単にできました。それではそれを踏まえて、ランクお、フリーザや、フリーザがおる。今までこういう癖がついてたので、もちろんこれでも動くのでこれでやっててもいいんですけど、こっちにするとこの親指が安定した状態、親指を離すことなくここでカチ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 、もう本当にビビたるもんですけどね、こんな感じこんな感じこんなカチ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 で、ダッシュの時もこんな感じ、ダッシュダッシュダッシュ。これまでは僕はダッシュするってオートダッシュしかできなかったんですよね。だからポポンって押してポポン、オートダッシュオートダッシュだったんですけど、これを押しながら動かすことでダッシュができるようになりました。頻繁に、その点すごいな、いいなと思います。ちょっとね慣れが必要かと思います。あとプレイステーションの純正だったら押し心地がここのボタンとかと全く同じ押し心地の、アタッチメントがあったりとかするので、まあその辺はちょっとね各メーカーによって違うと思うんですけども、まあ、このオンリーズーっていうところアマゾンで売ってるやつは本当にカチ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 なのでやってる感じがやりやすいのかやりにくいのかちょっと俺もよくわからないですけども、今まではあ、はい、あ3人だと思った。おー、あ、ターブキー。そう、この時点で、はい、もうダッシュできるんですね、これで。俺的には本当に、マジでっていう。ダッシュ。で、R スティックの押し込みで僕はジャンプです。で、これ、今、カチ、押しました。こんな感じ。離した。押した。押した。離した。今までは、今まではね、これ、こうしてました。建築、モード切り替え。だったんですけど、これがこれでできるっていう。これ。あれ、なんで立ったんだ?これ。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 わかるかな?
こっちはこの状態で出したり出さなかったり、ちょっと最初はねやりづらいですけど、でももうこれでいけるんですよね、はい、今ので、はい、これで元に戻しました。わかる？プクってプクッとしか動いてないけど、今まではここに階段を置こうと思ったらモード切り替え階段っていう感じだったんですけど、こういう動きあるでしょ、それが今戻すのこれでやりましたけど、この状態ではいモード切り替え、これで階段っていう、これはちょっとねやってみないとね、あのなんていうかな、やりやすいやりにくいっていうのをやってみないとわからないと思いますけど、あの劇的に僕は感動したのはやっぱダッシュですね。このダッシュ、これができるっていうのがね、今までこうやったんですよ、こうあれ動かん、ててあれ右、ここのトントンでオートダッシュだったんですよすいませんね、今なんかここでトントンよいしょ、オートダッシュっていう感じだったのが今もこの、コントローラーになってからこれできる、スーシャーで、まだすぐダッシュできるっていう、で何だったら建築そのままやろうと思ったらこのままできるっていう、で元に戻す、モード切り替え、モード切り替え、ちょっと分かりにくいけどね、本当にこれだけっていう感じになります。なのでだいぶ違いますね。これで慣れると本当にあの戦いが上手な人はより上手になるんじゃないかなと思うんですけど、あのガンダムとか、まあ簡単に言えば、まあ、自転車とかもそうですけどやっぱりそのカスタマイズしたからといって早くなる、まあ早くなるんでしょうけど、やっぱりガンダムとかも乗る人によりますよね、そういう意味では、その強さとかそういうのでは。あれなんだボスか。ダッシュダッシュ、このダッシュダッシュできるのが非常にいいな。まだね僕はそのこの、さっとこうってやるのがまだ、ほら今もこの丸ボタン押さえてるけど慣れてないので、やっぱどうしてもちょっと癖でねあるので、この癖を直すのも踏まえてこのコントローラーに慣れていくとより速い、コントローラーをねしっかりと持った状態で、あのいい戦いができるんじゃないかなと思います。うわお最悪や。あの非常に背面ボタンがあるっていうのは、あのしっかりと構えた状態で無駄な動きなく自由に動けるっていうのは非常にいいですね。ありがとう。ってな感じの使い方になります。要するにあったら非常に便利です。ただそれに慣れて、こその強さだと思うので、操縦に特化しないとやっぱ強さっていうのは伸びないと思うので、モード切り替えとこのあれはまだまだおぼつかないので、どうしてもこういう手癖がついてるので、ここを駆使して動けるようになれば、まあ、僕ジャイロなんでね、親指離してても動かせるんで、まあ、その分はスティック勢の
人からしたらまたちょっと違うとは思うんですけど、あとねこういう風にプレイする人、このカニみたいな感じでやる人、このようにやる人は薬指でねこのボタンを押さないとダメなんで、俺そん時はねちょっとねこれでは やったことないですけど、非常に押すのがねちょっと力のね入れ加減がね薬指ねこうなので、こういう動きがね非常に難しいですね。こう、まあ、これでもこうなんていうかな、握り込んでも反応するんですけど、こんな感じで反応するけど、あのすっごいこの辺に力が入りますね。この辺も慣れなのかな、分からんけど、こういう使い方ちょっとしないので、まあ、でも押せないことはないっていう、これほんと力がねどういう風に普段やってるのか分かんないですけどね、この持ち方で。ざっくりとした感想ですけども、まあ、僕は非常に気に入っております。はい、まあ、参考になればと思います。ご視聴ありがとうございました。